まずはフェイスクーラーとシカのジェルで顔のむくみを取って冷やしていきます。これはスキンケアっていうよりはただ滑りを良くするジェルって感じです。このミルコットのシークリーンエッセンストナースキンローションはまだ使ってる人そんないなくて、インスタとかで探してもそんなに多くなかったんだけど、軽いソフトピーリングとかでシカの鎮静効果があるやつみたいです。ディフォリックで服は買ったことあるんだけど、コスメはさ、いろいろ出てるけど今回は初めてです。とりあえずこれも塗っていきます。美容液塗り終わりました。どうだろう、いい感じじゃないですか。ツヤツヤ。最近使ってる日焼け止めは両方シカ系ですね。この2つです。さっぱりめとちょっとクリームタイプです。クッションファンデはこれを使っていきます。ドクターエルシアのですね。こういうタイプのクッションファンデなんですけど、最近バームタイプもよく使ってます。こうやって手の温度で溶けるとね、美容液成分が出てくるの、わかるかな。コンシーラーはインブリーのこれ使ってきます。これ確かね、オリーブヤングかどっかで買ったブラシなんだけども、このブラシないとさ、コンシーラー塗れないですね。これをやるやらないでマスクについたりとかメイクの崩れ具合が全然違うから、もうこれ絶対やんなきゃ。私もう無理ですね。ファンデの後パウダーで全体を抑えるって、しかもパフじゃなくてこのファンデーションブラシ、なんていうの、パウダーブラシでもうこうやってちょっと叩き込む感じ、毛穴に叩き込んで抑えていく感じでやってます。肌のベースメイク完成しました。ユーアーグラム、これダイソーのやつなんですよ。私正直100均のコスメってね、使わないって一生使わないと思ってたんだけど、ニーナちゃんに勧められて使ったらめちゃくちゃよくって、これも売ってる限りまとめ買いしようと思っている人生アイブロウですね。人生アイブロウペンシル、こういう言い方日本でもすんのかな。一生使うアイブロウですね。すっごい細くて描きやすいし落ちないし、これもうめちゃめちゃいいの。このブラシでこうやってそのままシェーディングみたいな感じでちょっと彫りを深く見せるために、この真ん中のブラシの部分がアイブロウマスカラで、先端はちょっと眉尻とかかけるようになってる、ちょっと不思議な形のやつです。これも多分廃盤で売ってないんだけど、あの VT コスメの詰め合わせ動画やった時のそこの詰め合わせで大量に詰めてきたやつです。でもこれ意外といいんだよね。これなくなったら次どうしようかなと思ってます。チークはこれにします。マティエの01番のこれかこれを使うことが多いんだけど、ちょっとだけ鼻の先に塗るのが最近のポイントかもしれない。アイシャドウは最近買って一番良かったもの、クリオのアイパレットイントゥです。これです。これさ、ラメがめちゃくちゃ可愛くて、手に塗ってみるとね、アイラインを引いていきます。
だいたい黒目の外側だけ描きます。で、まつげの間を埋めます。こんな感じ。で、マスカラはこちらです。上まつげと下まつげで使い分けてて、レシコレッティマスカラディパインボリュームってやつですね。これ使ってます。で、もう一個、これ下まつげとか結構ナチュラルメイクするときにめちゃめちゃいいんだけど、ここ先の部分がブラシじゃなくてメタルになってるから、一本一本ものすごい繊細に塗れるメタルマスカラです。これはネオジェンのものです。これほんといいよ。こんな感じなんだけど、すっごい細く一本一本が綺麗に上がるからね。メタルマスカラこれから増えそうだけど、まだそんなにないよね。鼻のほくろ描き足すの忘れてた。これもともと鼻のほくろあるんですけど、クッションファンデとか塗ったらちょっと薄くなっちゃうんで描き足してます。リルアのティントです。これは何色だったかな。今日はちょっと普段と違う色を使うんだけど、めっちゃ綺麗でしょこれ。顔完成しました。髪型やっていきます。完成です。今日のお出かけメイク、ゲットレディウィズミーって感じなんですけど、ちょっとね、今日も時間がないから髪巻いたりしなくて、オイルでね、束感作って結構適当にやってしまいました。で、メイクは、最近気に入ったものとか新しく買ったものを試しに使ってみたり、こんな感じで仕上がりました。最近ね、一番気に入ってるものといったらやっぱこれかな。クリオのアイパレットのイントゥーレース、これめっちゃ可愛いから、これ使ったメイクいろいろ他にも出していこうと思います。はい、今日も最後までご視聴ありがとうございました。よかったらいいねとチャンネル登録、インスタのフォローもよろしくお願いします。バイバイ。